で背中さらしてもらうとここを、はい、ここを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 、ここあとここ、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 ここ今これ軽く触ったんですねで今背中さらしてもらうとこの辺とかこの辺がねガチガチになられてるんですよ。でどんな感じかって言ったら冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じなんですね、はいはい、でそれを今から生肉に戻していくんですけどその過程がとても痛いんですね、はい、で、まあ、背中の疲れでは、まあ、実は足の疲れが上がってくるんですけれども、はい、で、初めに今日バキバキをつけられているので、はい、バキバキをやっていきますね。そうなんですね、うん、初めにバキバキするんですよ、はい、でこのこことこの背中のズレが取れるだけだいぶ回復しますから、はい、ではね、こちら側を下にして横になってやってみましょう。よいしょよいしょこうしていただいて、あで腕、あ足貸していただいて、腕を返しますよ。はい、腕を返しますね。これでね、ぐーっとひねってまで、腰のずれ取ってきますね。はい、うわ、バキバキになったね。この反対側も行きましょうか。はい、面白いでしょ。よいしょ。これでぐーっとひねってもらって、そうそう力抜いてもらって、あおぉじゃあ、一遍座っていただきましょう。はい、でこちらに足を下げましょう。はい、おぉでも、なんかちょっと楽、もう楽ですよね、あの腰の座りがいい、そう、まあ骨盤がずれてたってことなんで、ここで、こういう風に腕組んでいただいてよろしいですか、はい、丸くなっていただいて、そのままお尻を食べる、はい、背中の背がそんなにない腰、めちゃめちゃ楽、すごく声の座りがいいです、ということは、骨盤がずれてたんですよそう、はい、だいぶ楽でしょ、すごい楽、あのスコって座れます、あ、よかった、よかった、はい、では、うつ伏せ、はい、うわまだ私何も触ってないですよ。で、はい、背中触らさせてもらうと、ほら、あ、うん、骨盤がずれてたってことなんでしょうね。うん、ほら、この辺も。で、この辺が硬いね。こことか。で、このね、疲れっていうのは足の疲れから上がってきますから、今からね、足しっかり緩めていきますよ。今からね、あのバキバキはやるんですけどもね、あのね、どうやらね、このね、動画の音声がね、あんまり撮れてなかったので、解説動画としていきますね。これね、押さえて痛いところをね、バキバキバキって撮っていってるんですけども、ここをね、しっかりやっていくと、あの頭痛とかしっかり取れますよっていうふうに言ってます。で、そこをね、今撮ったんですけども、まだ残ってる場所があるので、そこをね、指でね、しっかり押さえていくっていうふうな感じに、今させてもらってますね。で、あとね、顔のコースをね、ちょっとこの方はね、やられてるので、ちょっと顔もちょっとやっていってる。目の疲れとかね、やっていってる感じですかね。今回ね、バキバキだったので、ね、顔の方のところをちょっとね、抜いといってね、これぐらいでとりあえず終わっていきます。